どうもこんにちは。本日なんですけど、遊戯王マスターデュエルゲーム実況前回の続きからやっていきたいなと思います。ということで今日なんですけども、ちょっとね、これ今日4日目ということでね、ちょっとデッキを強化まずしたいなと思ってまして、これねどんな感じでいきます。これおデッキを編集、なるほど。とりあえずデッキをね、これ強化するっていう感じなんですけど、ブルーアイズデッキを作りたいんで、ブルーアイズの関連カードを仕込んでいきたいと思います。どれいる、これお受け継ぎし魂、うちかっこいいな。これすごい、もしかして強いカードなんじゃない、わからんけど。あ、正義の味方、カイバーマンじゃないですか。カイバーマン、いいとこ。いいよ、カイバーマン。ドラゴン、見た目の正義。どれ入れるこれ。どれ入れるかな、これ。いまいちね、リンク召喚っていうのが僕分かってないんですよね、これ。リンクってなんなんやろ。リンクね、リンク分かってないっていう感じなんで、ね。なのでね、これどうします、これ。お、エネミーコントローラーくん、やっぱりこれはね、絶対入れといた方がいいと思うんですね。やっぱりカイバストのね、カードということで非常に強いんじゃないかなと思います。あ、じゃあちょっとこれどうしよう、これ何これ、めっちゃすごいカードがたくさん勢ぞろいしておりますが、もうね、どう、とりあえず3枚はねちょっと重たいかな、やっぱり3枚はきついかもしれへんな。お、ちょっと待って、みんながめっちゃいいカードあるんじゃない、これ。ロボットドラゴンか。よし、ドラゴンを動けとかあるよ。まあ、ちょっと相手のカード破壊っていう意味で、これちょっといってみましょう。あ、でも、これ強いな。じゃあもう蘇生カードを入れようか、ジョグカードとして。じゃあちょっとこれでいらないカードを作っていきましょう。まずいらないカード、これはねいらないですよ、正直。突進はねいらない。これ何、これ次元誘導、なるほどね。47枚にあるんよ。正直ね、ドラゴン呼ぶ笛は重たいと思う、これ。ドラゴン呼ぶ笛はいらない。ロボトオブドラゴンもいらないし、これ。43枚。これはほんと微妙やな。あと1枚、どれか捨て。したときに、めっちゃ微妙やな。あ、でもこれとちょっと、どうしよっかな、どうするこれ。ちょっとモンスターをね追加したいと思ってるんで、
あえず一旦はこんな感じでいいんじゃないでしょうか。ということで、ぶっちゃけね、このカード微妙やと思う。あ、いいか別に。振り出しかな。振り出しちょっと微妙やね。まあ、とりあえず、これでとりあえずいきます。一旦これでいきたいなと思います。間違えてなんか39枚になっちゃってるわ。あと1枚足さないといけないね。あと1枚どうしようかな。これどうする、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 どうしますか。これはこれもう一枚入れれないんかな。あ、オッケー、入れたんじゃない。オッケー、40枚。よし、これでいこう。エネミーコントローラーはね、今やってもちょっと一回ね、デュエル しようかな。一回ちょっとバトラしてください、これ。よしよし、これで、このデッキを選ぶ。あ、自分の持ってないカードがあるから入れれないっていう、あ、入れれないか。あ、でも40枚。なるほどね。多分4枚ちょっと抜かないといけないっていう感じになってるんで、入れる。モンスターカードにしよっかな。残りの4枚か。どれにしようかな。ちょっとね、ドルドラ入れとくか。ドルドラ、あ、でもドルドラちょっと無理やわ、これ。いや、闇生物入れよう。カイオンスターとしてこれをちょっと入れておきましょうか。あ、でもこれも強いね、結構。あ、でもこれ無理やな。1枚ちょっと数が多くなっちゃってるんじゃない。あー、ダメやな、これやと。まあ、いや、もうこの際ちょっとロード・オブ・ザ・ドラゴン、メタデッキに走る。こうなったらね、ブルーアイズホワイトドラゴン3枚、あ、ないや、ないんか、ないんか、ないんか。
ずいな。これドラゴンを呼ぶ笛を1枚入れてからのっていう風にしましょう。ドラゴンを呼ぶ笛、ドラゴンを呼ぶ笛の前に、いざという時のためにジャンボクリボー、これ多分使わないと思うけどジャンボクリボー入れとくか、せっかくやし。であとはね、ドラゴン呼ぶ笛だけをちょっと一気に入れたいんですよね。ドラゴン呼ぶ笛どこだろう。あ、ちょっと待って、これちょっと入れる。あー、フィルマンカードしかいらないね。ありました、ありました、このカードですね。よし、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。では早速ですが、これでちょっとデュエルしていきますか。よし、早速なんですけども、こちらでデュエルします。デュエルスタンバイ、行くぜ。来たよ。これ結構デッキ強くなったと思うんですけど、多分勝率上がってるんじゃないかなと思うんですよね。お、来た来た来た。バーサス誰だ誰だ。モリーベン、なんちゅうの、モリーベンさん、あなたが先行です。デュエル、どうしようか。デュエルだからドラゴンとデモンスターいったらどうしようかね。なるほどね。いやこれきついな。ちょっと待って、これでもね、このティグラやったらワンチャン勝てるよ。このワンチャンってね、普通に勝てる。でこれ結構ね、戦略的に見れば勝てるってことやわ。こんなで見れば勝てる要素があるわ。いきなりですね。はい、社会輪、社会輪ね。もちろんこのカードですよ。はい、倍にダメージ食らうっていうのが、まあでもいい感じですね。破壊に強いよね。3エンドを宣言してくれ。ね、これおっしゃ、でかい。神の選択はでかい。なるほどね、このターン相手は攻撃宣言できない。まあ、いいでしょう。やるかね、ここに。
銀流の号発強いね。バックルフェイズができない。最後のカード恐ろしい。ドロということで、ちょっとね、これ残念やな。ちょ、メニューに戻ろう。え、これさ、めっちゃ強いんだけど、しがみにって。でね、ちょ、デッキを強化しないとダメやね。ということで、ミッションとか、なんだよ。ちょっと待ってくださいね、これミッションとか。
結構溜まってます。まとめて書きます。あ、こういうやつがあるんやね。シークレットパックを発見するとか、あ、墓地にあるカードの効果を発動するとか、そういうミッション。なるほどなるほど、了解です。じゃあちょっとここでね、パック買おうかな。これカードに見えたら見えなかったら、すごいね。これそんなのがあるんや。あ、じゃあちょっとせっかくなんで、ね、パック買います。パックいきます。どれ買う？ちょ、シークレットパック、ちょっと購入できるやつがありますね。じゃあ通常パック買います。これね、あのね、これブルーアイズデッキ作りたいんで、ブルこのオルタナティブホワイトドラゴンが欲しいよね。このカードが欲しいんですよ。これブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴン、超レアカードなんで。あとこれですね、レジェントホワイトブレレジェントか、これ結構いいカードなんですよね。ということで行きます。来い。おい、おマックスドラゴン、これ欲しいよ。これめっちゃ、このカード欲しい。ブルーアイズカオスマックスドラゴン、これめっちゃ強い。このカードは儀式でしか特殊召喚できずに、このカードは相手の効果の対象にならずに、相手のカードでは効果では破壊されない。このカードが守備モンスターを攻撃して人の守備力を超えてきた超えた場合、戦闘ダメージを相手に与えると。しかもこれね、攻撃力4000っていうなかなかの破壊力で破壊力に使える。え、ちょっと待って、これレベル、これレアが高すぎ、高いカード多すぎるでしょこれ。お、青き目の乙女、青き目の乙女。あ、ちょっと待って、これ絶対引いた方がいい。あ、ちょっと待って、これね、もう1本いっちゃいます。これもう10パックいきます。せっかくやから俺も10パックいくわ。これ青き目の欲しいから10パックいきます。これこれもう10パックいきましたから、一発ダブルにつけてないと。ちょっと10パック来いよ。まあブルーアイズこれでもレアカードめっちゃ高い。いいね。スーパーレア真の光。お、何これ。ブルーアイズの関連カード、このカードの場合のマリンチの効果は1体2種しか取れない。で、自分の手札墓地からブルーアイズホワイトドラゴン1体を選んで特殊召喚。お、やばいな。で、同盟カードが自分フィールド上に存在しないブルーアイズのホワイトドラゴンのカード名が記載された魔法トラップカード1枚をデッキから選んで自分フィールド上にセット。やばいこれ。自分のモンスターカードゾーンのブルーアイズホワイトドラゴンは相手の効果の対象にならない。強い強い強い。魔法&トラップゾーンの表側表示のこのカードが墓地に送られた場合に発動、自分フィールド上のモンスター全てを破壊する。あー、なるほどね。結構あれやね。じゃあでも強いな、これ強いんじゃないですか。あ、次青き目の乙女か。ブルーアイズカオスマックスドラゴン、おっしゃ、青き目の乙女来た。おー、何これ。青き目、2番目欲しい。まあブルーアイズカオスマックスドラゴン、おっしゃ、来た。なんか来たよ。おお、これね、青き目の天使やったっけな。青き目の何これ。これ、
レアカードなんですよ。非常に強い、強い、非常に強い。ウルトラレアじゃない。とりあえずハウスアップドラゴンと。おお。対峙する宿命かっこいい。これ漫画や原作読んでる人なら分かるんですけど、このカードでのカードは1対2回しか発動できない。自分フィールド上にブルーアイズを割り出れば、またブラックマルシャンが存在する。だから相手フィールド上の表が表示モンスターのサポートはターン終了します。効果いいね。フィールドカードが多すぎるでしょ。デューン同士やばい、ちょっと受け継ぎし魂ってすごいな。このカードの、まあ、1ターンに1回しか発動できない。このカードを発動するターン、自分はモンスター1体でしか攻撃できませんと。自分フィールド上の効果モンスター1体をリリース、相手フィールドモンスの効果モンスター1体対象として発動、モンスターを墓地へ送って、その後手札で1からレベル7以上の数字のモンスター1体を召喚。なるほどね。もうブルーアイズカオスドラゴンがカオスマックスドラゴンじゃないけど、いやそれでもね、これ普通に強いから。オッケー、こっちに来る。来たんじゃないかな。これ絶対いいやつよね。オーブンです。まずこちらね。何これ？一過性ストレナイ。何これ？エクスシーズ。このカード名1、2の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できません。このカードのエクスシーズ素材を1つ取り除き、自分の墓地の植物毒を1体または、立花カード1枚対象として発動、そのカードを手札に加える。なるほどね。で、次、エクスシーズ素材を持ったこのカードがリリースされた場合発動できると、自分のエクストラデッキ墓地からランク5以上の植物毒モンスター1体を選んで、としてはその後このモンスターカードを下に叩んでエクスシーズ素材ができます。なるほどね。でついに来ましたね、ブルーアイズアルティメットドラゴン。アルティメットドラゴンね、来たよ。ただこれレアなんですよ。もっとカオスマックスドラゴン来てほしい。おっ、来た。おお、いいんじゃないこれ。いいね。白きれい、白きれい、アウト。バックウルトラレア2枚も当たってる。これ何なんやろ。あ、ビンゴマシーン。このカードは1ターンに1回しか発動できませんと。デッキから以下のカードを3合計3枚選んだ相手に、その相手はその中からランダム1枚選ぶ。そのカードを自分の手で抜かれ、これのカードはデッキに戻す。ブルーアイズモンスター、お、これ強くない。ブルーアイズモンスターとブルーアイズが記載された魔法トラップカード。なるほどね。いいね、これ。白き練乳。青き目の戦士いいよね。普通強いよね。で、これ取れたんがでかいよね。これ2枚取れたのはめっちゃでかいと思う。これもう一回ね。あ、いや、これちょっと近い行くか。近い行かせてもらいます。うん、これちょっと次回に、入れていけたらいいかなと思います。黒き魔術師とか白き、これ竜とか、結構レアカード当たると思うんで、次回やっていきます。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。今度はね、デッキ強化したりとか、
この辺新しいバッグまた引いていきたいなと思います。ということで皆さんよかったら見てください。まだね、遊戯王好きな方はよかったら僕にフレンド申請していただけたらすごく嬉しいので、ぜひね、お願いします。やっぱりゲームって一人でやれるようにね、多くの人とやった方が楽しいので、フレンド申請お待ちしております。ということで、あと Twitter、Instagram、TikTok もやってるんでね、動画下概要欄にリンク載っておきますので、よろしくお願いします。では、じゃあね。